はい、皆さんこんにちは。今日はスーパーデクです。キャンプツーリングに出発しております。今日はですね、荒船パノラマキャンプフィールドだっけかな、元ですね、内山牧場キャンプ場っていうね、ところですね。以前1回ね、スーパーデュークアールで、行ったことがあります。山の上のですね、かなり開けた芝生のキャンプ場でですね、乗り入れができるんですね。それがね、とってもいいなと思います。ということでですね、まずは下仁田までですね、行きたいと思います。スーパーはなさすぎる。ご飯を食べてですね、そして A コープで買い物をしましたね。積載の状況をですね、写しておきますが、こんな感じでこのターポリンサイドバッグですね、これを今乗っけてます。隙間があるんだけどうまく収まってないんですよね。どこもこっちもこっちもまだね、慣れてないんで、まあそれも含めたね、今日のテスト走行ですね。店はね、そんでほど混んではなかったですね。私の他に、5人入っていいのかなって微妙な雰囲気だったんですけど、別に営業中だったんで大丈夫でしたね。で、まあ、普通に接客してくれました。でね、ちょっとね、結構キョロキョロ見回したんですけど、メニューがね、見当たらないんですよ。あの手元で見るようなメニューはない感じだったんですね。で、そして大体まあ、ああいう店って壁とかに貼ってあるじゃないですか。それがどっかにあると思ったんだけど、どこ見てもね、なくて、で、どうしようかなと思ったんですけど、まあタンメンと餃子食べるって決めてたから、別にね、タンメンと餃子って普通に言いましたね。みんなね、タンメンと餃子食ってましたね。ちなみに孤独のグルメに出てた年配のあの店主はいなくて、その後継者の若い人が一人でやってましたね。その場でね、餃子の皮を作ってっていう感じでね、テレビでやってましたけど、タンメンとね、餃子がそれぞれ出てきまして、で、タンメンはね、すごい太麺だっていうのを聞いてたんですけれども、なるほどと、ちょっとね、びっくりしましたね。細いうどんよりは太いって感じですね。ちょっとラーメンっぽくはないですね。縮れてないしね。で、お味の方はね、美味しかったですね。やっぱり野菜の旨味がね、しっかり出て、あとは野菜もね、しっかりこう、なんていうんですか、炒めてあって、まぁ、ちょっと焦げ出て、それがまた香ばしさでね、いいなと思いました。でね、餃子がね、やっぱうまいですね。やっぱ皮がね、手打ちでその場でね、伸ばして作ってるだけあって、もちもちしててですね、皮に旨味がありますね。焼き加減もね、なかなかいいですね。で、あんはね、あんまり肉肉しさはなくて、結構トロッとしてる感じですね。でもね、もうあの餃子はもう皮のうまさを味わう餃子って感じな。で、あれはちょっと唯一無二というか、他のところでは食べられない餃子かなという気はしますね。さあ、ここから妙義山のね、ワインディングに入りますね。タンメンが650円で餃子が450円ですね。餃子が結構いい値段ですね。タンメンは逆にね、あれで650円は安いなと思いますね。量もあるしね、野菜すごいたっぷりですからね。ただ餃子もね、まあ、あんだけのものですから、まあ450円でもまあいいかな、とかなという感じですね。一番さんってとこね、美味しかったですね。で、ちなみにですね、種明かしというかオチというかですね、最後にですね、店員さんに聞いたんですよ。メニューってないんですかって。いくらその孤独のグルメで有名になったね、でタンメンと餃子をみんな頼むからって言って、もうそれでオンリーにしてんのかなと、まさかそこまでじゃないよねって思ったんですけど、そしたら、あそこにありますよってですね、壁を指さすんですね。えって思ってね、よく見たらですね書いてありました。で、なんで気づかなかったかっていうと、すごい天井近くの高い位置にあったっていうのもあるんだけど、ね、もう古すぎて紙も茶色くなっているし、字もかすれてるんで、ね、
父が書いてあるってそこにありますよって言われてよく見てやっと分かった。あ、これかっていうね、模様みたいに見えるんですよね。あの、なんていうか意識してみないとあれはすごいね。さあ着きました。おお、すごい。いや、これ本当に雄大っていうかね、異様なこの景色ですよ。すごいね。向こうの方の山もこう山の上に雲がかかって幻想的です。こっちの妙義山もそうですね。あの右の奥の方なんかね、この駐車場俺が来た時っていつでもこんな風にガラガラだよね。平日だからかな。さあ、じゃあ引き返します。さあ、ここですね。この今峠の一番上に差し掛かるあたりで、ここを右に入ればその道に入ると、こっちか。まだ上がってくるんだもんね。ほら、やっぱり雲の中だ。さあ、着きまして、結構売店のあのいろいろ販売品充実してますね。ビールとかもそうだけど、キャンプ道具とか、なんか結構こう あれがないみたいなものは揃いそうな感じがする。俺のバイクもこうやってサイドバックつけてるとアドベンチャーバイクみたいな雰囲気出てくるとは来ないとか。ビダよし、火ばさみよし、セカンドグリルよし、テーブルよし、バイクよし、テントよしということですね。こんな感じで、岩谷コンパクト、なんちゅうの、コンパクトバーナーだっけ。これまで使ってたやつよりコンパクトではないんですが、まあ多分この種類のやつにしてはコンパクトなんでしょう。こういう感じで、そしてこのカセットガスね、これを使えるっちゅうことなんですね。こうやってギュッと押し込んで、これで固定完了。でも意外とこの場所で安定してる。こういう感じでやりたいと思います。今日のメニューはエビピラフ、このクーラーバッグに押し込んできたスーパードライ、そしていただき物、あ、やべえ、これ開けるやつ入ってたっけ。この間100円ショップで買ったこれについてた。これで開けられるわ。バイヤーおすすめ品、豚かしら肉味付けニンニク味噌焼きっていうのをね、買ってみました。豚かしら肉ってどういうのか分かんないけど、あー、よかった、これに入れてきて、もう漏れてる。砂肝コリコリ焼き塩だれ、ニンニクの芽入りということで、ニンニクの芽が入ってるっていうことは野菜が取れるっていうことですよ。っていうことでいいんだよね。早速シュワシュワしたい。あったかい、塩入ってるね。火はでもひつかない、コーティングのおかげで。風向きがこっちにあって煙が、じゃあこれはできたんだけど、
これから行きますね。乾杯しないとね。ベアレまろやかな黒ビール。この間のともちょっとまた何フレーバーっていうかね、種類が違うんですね。よっしゃ、やった。やった。買ってよかった、このナイフ。じゃあいただきます。4週目連続キャンプに乾杯。そして新しいアイテムに乾杯。確かにちょっとフレーバーが違う。でもあんまり違いが分からないところでは、景色見ながらバーベキューだと思ってたのに、前回来た時と同じような霧の雲の中に隠れてしまいました。景色が。つなぎもコリコリ焼き。いただきまーす。お、コリコリしてる。本当に。美味しい美味しい。ちょうど火も通ってますね。バッチリ。キャンプ場は霧が漂ってますね。そして日没。テントの傍らにバイクを置いてキャンプできるっていうのはね、やっぱ一番いいですね。まあ利便性もそうだけど、雰囲気としてね、キャンプツーリング来てるって気分になるね。うおー、なんかこう天空のキャンプ場って感じ。おお、荒船山見えてる。すごい。あれが多分そうなんだよね、あの断崖絶壁ね。もうここは中国のなんとか省ですって言われても、なんか納得しそうなぐらいの幻想的な雲海だよ。雲海、雲海の上に荒船山が浮かんでるんだよ。こことかすごいね。わあ、光景スパス素晴らしいね、景色。さあ、霧が来ました。結構寒い、やっぱり寒い。寒い。ああ、でもいい感じだね。まだ炎が上がってるね。安い炭から。もう溶けてるけど。作り方読んでなかったわ。電子レンジ。まあいいや。ピラフを油で炒めたらチャーハンだな、これ。今まで使ってたバーナーと比べて、その位置の低いのが、ちょっと安心感があります。じゃあ、この枝買ったさっきはレスプーンでいただきます。うん。美味しい。
というわけではないけれど、まあまあですね、山も見えるし、ちょっと涼しい、夜よりなんか涼しいですね。夜なんかすんごい暖かかった、なぜか。まあまあよく寝れました。今7時。このトイレ棟はすっごい綺麗、出来立てなんじゃないかな。すごい出来立て感がある。めちゃめちゃ綺麗ですね。ウォシュレットはないけど、私はこの TOTO のですね、携帯ウォシュレットがあるんで、大丈夫なんですけどね。すごい快適です、これがあるだけで。収まりは。よし。うわ、ちょっと焦げた。はい、ちょうどよく焼けましたと。いただきます。もちもち三種チーズ。これは今ベーコンマヨネーズを卵を挟んでホットサンドで焼くっていうのをね、ちょっと昨日コンビニで見た時やってみようと思ってたんですよ。やっちゃいます。チーズマヨネーズエッグサンドです。もうすでにいろんな味がちゃんと中に入ってるから、景色を眺めながらアウトドアなブレックファースト、ティー最高。うまい。ベーコン買う必要がないもんね、別でね。チーズも入ってるし、ちょっと今日の朝食チーズ多すぎだけど、